今北京で一番暑い時期です。38度。好冷好冷。凉快。世界的に大ブームを巻き起こしたディズニー映画アナと雪の女王、そして映画とともに大ブレイクしたこの主題歌、雪と氷の魔力を持つ女王エルサ。そのエルサと国王を救うため冒険の旅に出る妹アナ。この二人の姉妹を軸に真実の愛が描かれる物語が世界中を感動の渦に巻き込みました。その映画に描かれた氷雪の世界をイメージしたオフィシャルアトラクションアイスマジックがこの夏北京に登場しました。いやー皆さん暑いですね。ミンヒョです。実は今北京で一番暑い時期で、今日の気温はほら38度。本当に外を5分ぐらい歩いただけでもう汗びしょびしょ、ほらびしょびしょです。でも市内にはとても涼しいところがあるということで早速入ってみたいと思います。今から入るところです。中はマイナス10度ということで、ご覧の通り皆さん長いコートを着ております。こちら長いコートを借りるところもあります。いやー本当に外こんなに真夏日なんだけど、中入ったら涼しく感じるはずなんですけど、本当に今マイナス10度ということで非常に寒く感じます。今年5月から8月まで北京で開催されたアイスマジックはディズニー映画アナと雪の女王にちなんだ大型アトラクション。場所はオリンピック施設ウォーターキューブの隣、面積1万平米。氷の彫刻や氷の滑り台などまさに親子連れで楽しめる氷の遊園地です。場内の平均温度はマイナス5度からマイナス10度なので、その中にいると感想はズバリ寒い。もう本当に冷蔵庫の中にいるみたいですね。寒い。もう很热，很热，很热。这是玩那个岩圈的那个滑下来。对，带孩子一起来到这边，因为那个听说到这儿有个冰雪奇缘的活动，而且冰雕展，孩子对于这个冰雪奇缘也好，对于这个夏天里能有这么一个冰雪的世界，非常的感兴趣。所以说是一直吵着要来，就陪同孩子一块儿过来。哇，好冷，好冷！说实话，真的很冷。那个建议以后所有来的人一定要穿裤子、穿鞋，千万不能光着腿。穿凉鞋过来，一进来特别凉快，跟外边反差对比特别强烈，特别让我回忆童年。然后我们两个人也没去过东北那边，然后现在感受这样，感觉很好啊。反差很大，准备的都是很薄的外套，对，然后外面还觉得很热，然后结果进来里面就真的特别冷，手都已经冻得发抖了，冷。おー寒かったです。やっと出ました。氷点下10度で過ごした夏休みのひととき、来場の皆さんにとっても幻想的でユニークな体験だったようです。話によるとこのアイスマジックは上海ディズニーランドのグランドオープンを迎えるための先行イベントにあたるそうです。来年の上海ディズニーのオープンも待ち遠しいですね。